ジョン・オーガー船長リーフ社海賊トレーディングカードより、ジョン・オーガーはカリブ海の海賊、元海賊のベンジャミン・ホーニゴールドによって捕らえられた。1718年7月27日、バハマのウツ・ロジャーズ総督は、海賊行為に関して謝面する胸の国王ジョージ一世からの布告を携えて、プロビデンス島ナス層に着任した。オーガーも、 この布告を受け入れて総督に投稿した海賊の一人だった。ロジャーズは、ナッソーの統治にあたって、貿易で利益を出そうと考え、そのために、いくつかの船を用立てた。スループ船、メアリ号もその一つで、オーガーが船長を任された。10月5日、オーガーのメアリ号、ホワイト船長のスクーナー船、バチェラーズアドベンチャー号、クリーナウェイ船長のスループ船ランカスター号が、 キューバのポートプリンスに向けて出版、翌日グリーン系という無人島に闘病し、何人かが動物を狩るために上陸した。その夜、船長たちが翌日の出発時間について話し合った後、ホワイト船長のアドベンチャー号からフィニーズ、バンス、デニス・マカーティホか体制の男がメアリ号にやってきた。男たちはオーガーを交えて、 坂りをはじめ、かつての海賊行為について語り合った。酔ったバンスが、ジェームズ・カーをカトラスで切りつけ、そのことで口論に発展してる間、マカーティが示し合わせていた仲間たちと大戦室を選挙した。これに抗応したバンスがカーを殴りつけて、大騒動に発展し、カーとリチャード・ターンディーがバンスを拘束しようと、とっくみ合いになったが、 武装したマカーティたちが逆に彼らを拘束してしまった。船を乗っ取った一味はグリーナウェイ船長を呼び出し、彼らも拘束。これらを見たオーガーは、こともあろうに自ら海賊に志願したのだった。一味は、投票によって、カートターンディをグリーン系に置き去りにしようと、決定した。捕虜たちは裸に向かれて、島に置いて行かれたが、翌朝マカーティがやってきて、服を渡すから、 船に戻りと言い出した。カートターンリーは、喜んで船に戻ったが、安堵もつかの間、一味は気晴らしとして、合図用の笛が鳴るまで彼らを殴り続けるという、手ひどい虐待を加えた。一味は、カートターンリーを殴りつけて貴重品のありかを聞き出した。これらの虐待及び略奪の後、一味は、クリーナウェイ船長を仲間に入れようと説得を、 心見たが、船長はこれをガンとして拒んだ。結局のところカーン、ターンリー、クリーナウェイを含めて8人がボートに乗せられ、島に置き去りにされた。海賊船の出航準備をしている時、島にベンジャミン・ハッチンスのウミガメ漁船がやってきて、一味は彼も仲間に加えた。一味はロング島に向かったが、そこでスペインの主役船と戦闘になって、多数が死に、バンスや、 ハッチンスラは、ナッソーに連行された。ロジャーズは直ちに、バンスを公主刑に処そうとしたが、彼は重傷を負っておりその前に死んだ。さらにロジャーズは、グリーン刑に置き去りにされた者たちの救助と、ロング島の海賊残党を捕らえるため船を手配した。その頃、ロジャーズは、ベンジャミン・ホーニゴールドや、ジョン・コックラムを海賊ハンターに起用し、チャールズ・ベインを捕らえようとしていた。 ベインの逮捕は叶わなかったが、ホーニゴールドたちは、ベインと共謀していた、ニコラス・ウッドオールを捕らえていた。ロジャーズは、ホーニゴールドをオーガー一味捕獲の指揮官に任命し、さらにグリーン系で救助されたばかりのターンディーを乗組員に加え、ロング島に派遣した。ホーニゴールドは、海賊と面識のない乗組員たちを、ボートで送り出し、結果的に海賊たちは釣られて、船にやってきた。 しかし一味は、船内で、かつての海賊仲間であるホーニゴールドと、グリーン系に置き去りにしたはずのターンギーを見て、協定した。結局、一味は、囚らわれ、プロビデンス島に連行された。裁判において、オーガーは、バンスの一行が、海賊行為を目的に船にやってきたとは知らなかったと、弁明したが、それを立証する証人はいなかった。結果的に裁判では国に、 死刑判決が下され、12月12日にオーガーを含む8人が執行された。この裁判には、元海賊のサイアバージェスも裁判官として参加していた。海賊誌の著者チャールズ・ジョンソンによれば、オーガーは処刑直前、深く罪を食い、刑を執行される時まで顔を洗わず、髭も剃らず、着替えもしなかった。城壁の上で一杯のワインをもらうと、 バハマ諸島と総督に栄光あれ、と言って、それを飲み干したという。死刑宣告された一味の中で、ジョージ・ラウンズビルだけは、ロジャーズの慈悲によって、刑を免れた。ラウンズビルは、その後、バージェスの試略船に参加したが、船が座礁してバージェスと共に死んだ。皮肉にもグリーン家での事故であった。ありがとうございます。